first I want to say it's an honor to be with you. Black Lagoon is one of my favorite mangas and animes in recent years. So where did the idea for Black Lagoon come from? そうですね、あれは一番最初は単純に中世の海賊ものをやろうとしてて、でまあちょうどその時にまあいろいろちょこちょこ資料を調べてたら、東シナ海の方でいろいろ海賊行為をやってるっていうのがちょうどニュースで出てて、それでまあそういう現代のものも面白いんじゃないか、そこに例えばタランティーノみたいな、パルプノワールみたいなものをかぶせていったら、もう面白いものができるんじゃないかっていうんで、組み立てたっていうのは一番最初ですね。So you did a lot of research. What about the diversity in the cultures of the different crime syndicates, the Russians and the Chinese? Where did all that, did you have to do a lot of research to get those just right?リサーチはしてます。してますけれども、なんでしょうね、本当に彼らのその仕事に踏み込むようなことは書けないので、そこら辺はこうコミック的にぼかして書いているっていう形ですよ。要は一番派手で、例えば銃撃をやったりとか、血なまぐさいところをピックアップして、本来彼らがやってるような例えばガソリン税の詐欺であるとか、そういうのはあんまりなるべくやらないようにはしてますけどね。Well, Revy is definitely one of the most badass female anime characters ever. What is the inspiration behind her? 彼女は多分一番最初に会ったのは、まあ中国系で強い女の子っていうのがまあ一つあって、でその次に、なんだっけな。あれフロムダスクだ。フロムダスクの月光兄弟の兄貴がこういうジョージクルーニー、ごついトライバルをしてたんで、まあ女の子はそれを入れたらかっこいいのかなっていうのがありまして、あとはなんだろう、ちょうどやっぱあの頃やったサラコナーが黒いタンクトップ着てたからかっこよかったとか、そういう多分ものをこう合わせて作った感じだと思います。How involved in the production of the anime were you involved? Were you pleased with how faithful the anime was to the manga? 最初の質問から言えば、基本的にまず監督と一番最初の、この作品をどうするこうするっていうコンセンサスはきちんと取るようにしました。ただその後のことに関しては基本的には監督の方にお任せして、監督の裁量でやってもらうような形でしてもらいましたね。で、2つ目の質問に関しては、やっぱり監督さんの技量ですごくきちんとまとめてもらって、僕的にはアニメの方は満足はしています。 In the manga, in the end of volume 8, the English version, there was an interview with you and the creator of the novelAnd you made reference to bitch moe. and I was wondering if you could elaborate on that. Yeah, もうそれは、ファンの方。まあ、こちらの方はどうかわからないですけども、やっぱ日本のね、あのファンの人は基本的には可愛い女の子が、ね、あの主人公のことを勝手に好きになってくれて、向こうから抱きついてくるようなのが多いので、ぜひそういうものに、ね、こう、そういうものをヘイトしようということで、まあ、やっぱりね、ちゃんとこうおっぱいでもんでもこうおっぱいがこうくにゃっとならないような、あ、筋肉だっていうような女の子がいるといいなっていうそういうのがビッチ萌えなのそうなの知らない。その可愛い子が、なんていうんですか、その男に抱きつくんじゃなくて、そうもっとこう頑健な女の子が、ストロングな女の子が。All of the characters you've created for Black Lagoon, which one is your favorite? Which one do you relate to the most? よくその質問されますけど、基本的には大体描いてるものはみんな好きですね。誰か一人っていうのではなくて、強いてあげれば今描いてるキャラが一番好きだったりはします。One last question.What can we expect from you in the future? Much more Black Lagoon?
A lot more? I hope so. なあ、バクラ軍はまだ続きますし、他のものもひょっとしたらお見せすることができるかもしれないんで、そこら辺はまあ、広い例としてこう期待をしていただければ嬉しいかなと思います。Actually, one of our friends had one question, すみません。It's about the gun design. So, how did you get the idea for the gun design? And what type of research did you do on that?銃のデザインはどこから得てるんですか？銃のデザインは基本的にはオリジナルのデザインはないんですね。はい、だいたいその実際にあるものがメインなんですけれども、例えばそのロベルタの飛び道具とかに関しては一部だけ、デザインを起こしたりは してます、はい、あ、ソードカトラス、カトラス、カトラスは、あれはオリジナルですけども、なんだろうね、ああいうロングバレルのものっていうのは結構作ってる人とか長女がいるんで、うん、まあそういうのかっこいいかなと思ってやってみましたという。That's all the questions we have. Thank you. Thank you very much. ありがとうございました。